こんにちは、ジャパニーズフォークメタルボーカルのカエル博士です。なんかいつもと違うでしょう。いつもならね、元気に出かけて散歩中で、もちろん酒を飲みながら道酒をしてるんですけどね、あの忌々しいコロナウイルスのせいでそんなことはやりづらい。でも散歩はしたい。そこで今回はゲーム内を散歩してみようと思いました。ベルギーのテール・オブ・テールズっていうアート系インディーズゲームの会社があって、例えばおばあちゃんが墓参りするだけのザ・グレイブヤードとか、赤ずきんちゃんをテーマにしたザ・パスあたりが有名なのかな。そのテール・オブ・テールズが出してるこのジ・エンド・オブ・フォレストっていうゲームをちょっとやってみようと思うんですけど、これがね、あの実はネットゲームで世界中の人とこうコミュニケーション取れるんだけど、すごい変わったゲームで、目的もなければ戦うこともなくて、ただただ鹿になって平和の森を散歩するだけっていう。しかも最大の特徴がネットゲームなのにチャットもボイスチャットもなくて、他のプレイヤーと会ったらジェスチャーのみでコミュニケーションが取れるっていう。こいつが俺です。まあ鹿といえばね、俺だからね。本来はね、あの小鹿からスタートするらしいんだけど、昔ちょっとやってそのままだったからか、もうなんか最初から大人の鹿なんだよね。まあとりあえずこれでバーチャル道酒と行きましょうかね。では行きましょう。すげえ、これキノコあるね。あ、リスだ。どこ行った。下のこのアイコンで結構いろんな動きができるみたいで、例えばこれなんかこれキノコ食ってるみたいにできるな。座っちゃった。毒ガス湧いてんな、これ。なんだよ、キノコから出てんのかな。うおうおう、あ、向こうになんかあるよ。なん、蓄音機？人かこれ。人っていうか鹿かこれ。倒れてるけど、こんにちは。あ、おいおい、墓地だよ。真ん中とか、これ埋まっちゃったよね、これ。なに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 、あ、そこにも鹿が。そっか、他の鹿にぶつかるとなんか光るんだね。そこの鹿、この鹿の頭の上にある模様がユーザー登録するともらえる名前の代わりのものらしくて、そういうのもこの世界観出してる。
お、リス。リス、リス。あれ？死んじゃった？え、怖い怖い。なになになに？でけえやつかな。ブーンって入れた。何も見えない。木しか見えない。あ、生きてる鹿いるよ、あっちに。こんにちは。ガン無視されましたね。あ、動いた。どうやって鳴くの。あ、なんか踊っちゃった。違う違う違う。あ、ヘッドバンギング。さよなら。池に来ましたよ。泳いでみようか。あれ？あ、カエルがいる。あ、違う。俺がカエルに、カエル博士がカエルになってしまった。あ、普段の道酒動画と同じで、ただただ散歩をしながら酒を飲むっていう。この橋渡って向こうの方行ってみよう。え、どこ行った。橋落ちたね。綺麗なハスの花。すごいかっこいい鹿。何これ、2匹つながってる。キメラ。穴。何これ、だるまさんいるよこれ。この辺にこのだるまがいっぱいあったんだろうね。わ、すげえ。文明。確か水飲むやつあったよな。これか？あ、違う。なんか気持ち悪いことし始めちゃった。これか？ああ。美味しいですね。え？え？え？うわ。水飲むと、ウサちゃんになっちゃう。ウサちゃん走れる。そんな感じで。今回はゆったりと森の中を鹿になって散歩だけするという動画になりました。これ皆さんもぜひやってみてくださいね。無料なんで。それではお疲れ様でした。